ですね、それがまあ韓国の政治のね、そのために外交問題が後退してしまうっていうね、うん、ですから政権が変わると同時に我々はその共通の歴史認識の推移を上げないとね、はい、こういう今のようなだからやっぱり事実関係をまずこちら側がきちんと知るってことが第一歩だと思うんですね。で、何を言われても動じないで反論すると、はいはい、そして最終的には意見が一致しなくても日韓友好する必要があるでしょうと、うん、一致することを求めない友好すべきだと思いますね。そうですね、今日も本当にね、いや西岡さんがね、はい、日韓の歴史でねやっているお仕事ってのは大変ね重要なね、はい、仕事をやっておられるんでね、うん、どうぞ今後も頑張っていただきたいと思います、ね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また拉致問題の方もですね、頑張ってください。今度座り込みありますね。そうです、頑張ってください。はい、まあそのわけでですね、番組の方もお時間になりましたけれども、はい、今日もねいろいろと盛りだくさんの内容で、うん、今日はでも本当に重い問題が多かったね。そうですね、最後西岡さんがね非常に分かりやすく、説明してくれたんでね、非常に楽しかったと思います、はい、学校に子供に歴史を教えている教師たちもね、こういう日韓の本当の真実をちゃんと勉強していただきたいですね。そう読んでくれる、そうですね、たくさんの人読んでた、そうでないと本当子供また従軍慰安婦とかあったって教わったら大変なことになりますからね、うん、お知らせしといてくださいね、その本を、はい、ね、はい、PHP から歴史問題の真実、非常に読みやすい本ですね、はい、今日お知らせしたこと以外にもですね、在日は共戦連合の子孫というのは幻想であるとか、いろいろ根拠をちゃんと数字を明確に、述べておられますので、出読ですよ、はい、はい、ぜひご覧になってください。はい、はい、今日もいやどうもどうも、最後までありがとうございました。ありがとうございました。この後もチャンネル桜でお楽しみください。さようなら。